ビビってんのか？逃げるなら今のうちだぜ。俺たちは一度はアイアンリーグで鳴らしたバグレッツだ。アイアンボーラーなんかへでもねえぜ。もうやめて、プレーボールよ。よしな、アウト。でかい口が聞けるのも今のうちさ。私たちはこんな相手でモタモタしているわけにはいかないんだ。この C 級リーグで名を上げ、必ずアイアンリーグに行き着いてみせる。マグナムやウィンディのいるアイアンリーグに。アイアンボーラーが。スピンナーフラッシュ。絶好調だわ。ワット、アンプ、俺は強いやつを探している。シルバーキャッスルを倒すために。しましたアイアンサッカーリーグ、ワールドチャンピオンチームシルバーキャッスルとサンライズボーイズの公式戦が今始まろうとしています。いや、どうご覧になりますか、ロガシーさん。これはもうシルバーキャッスルの圧勝でしょう。問題になりません。確かに。しかしサンライズボーイズの新メンバーを導入、フォワードのシスレイはかなりの注目株です。いやいや、シルバーキャッスルもかなりの新戦力のラインナップです。センターフォワードのギャレット、ワイルドバンカー4、キラー兄弟とオリジナルのメンバーの方が少ないくらいですね。今キックオフ。シスレードリブルで持ち込む。ギャレットをかわした。シスレ一気に攻め込みます。ガー、ワイルドスパイダー。これはワイルドバンカーの合体技。ガー、サンライズボーイズ陣内に持ち込む。よせ、敵を破壊するつもりか。ワイルドスピンシュー。ワイルドバンカーシュート。しかしキーパー正面止めました。シュートさ、決まりました。シルバーキャッスル選手権。パワーとコンビネーションのプレーです。これもシルバーキャッスルが大手リーガー工業のニューエネ社と合併したおかげでしょうか。ひでえぜこんなの。一体どういうつもりなんだ、ギャレット。どういうつもり。
これはスポーツだ。破壊が目的ではないんだぞ。目的は点を入れることだ。シルバーキャッスルにはシルバーキャッスルの戦い方があるんだ。知っているさ。シルバーは正々堂々と戦うチームなんだよね。さっきのあれがそうだというつもりか。戦い方には意味がない。任務は点を入れることだ。さあ試合再開。シスレー持ち込みます。おっとキラー兄弟が行く手を阻む。シスレー二人の間を抜けた。おっとこれはキラー兄弟の電磁バリアにはまった。シスレイボールを追え。これがシルバーキャッスルだというのか。おっとまた飛ばされた。加減にしろ。そんなことをしなくても点は入れられるぞ。 Oh no。 なんでこれよ。どこがシルバーキャッスルだよ。他がラフプレーなしに切り替えたんで裏書いたんじゃねえの。おい後ろのおっさん許さねえぜ。シルバーの悪口はよ。俺たちだってなフェアプレーの試合を見たいんだよ。今までのシルバーキャッスルが見せてくれたような。ななんでマグナムたち出てこないんだ。さあお前はどんな汚い手を使いやがるんだ。え、教えてやるぜ。俺たちにもできるってことをな。やるじゃないか。やめろジュエイ。しかしシスレ、俺たちはアイアンリーガーだ。さあ、うん、もう終わっちゃったのか。龍拳！え？パスだ！こっち！ボールを離さなかったことだけでも褒めてあげるよ。いかん。龍拳。監督、ダスター開けて。僕もう戦いたくない。わかった。戻れ。待ってください。どういうこと？本人が戦いたくないと言ってますんで。コントロールするのはこちらです。オーナー、彼は不調のようだ。交代させた方がいいだろう。俺が出る。あなたが出ることはないわ。あなたが出なさい。え、俺？待ってくれ。なんで俺たちを試合に出さないんだ。忘れたの？私が新しいシルバーキャッスルのオーナーよ。私は UN 社から全てを任されているの。シルキー、交代だ。早く行け。は、はい。いい？あなたたちはシルバーキャッスルのオリジナルメンバーっていう名の商品なの。試合はギャレットたちがやってくれる。UN 社の目標はシルバーキャッスルが勝ち続けることなの。わかった？しかし、あんな戦い方をしていたら、あいつらの体もガタガタになってしまいますよ。そのことなら監督、ご心配には及びません。わざわざお越しいただいても、ダークスポーツ財団は我々と縁を切るというお話では。率直に言う、 UN 社はシルバーキャッスルから手を引きたまえ。君たちはシルバーキャッスルが築き上げてきたものを壊そうとしている。それは心外ですな。我が社は本来持っていたリーガー開発能力をシルバーキャッスルに生かしてもらおうと提携したまでですが。UN 社がユニバーサル通商の隠れ蓑であるということをわしが知らんとでも。新規に設立したソルジャー開発部門そのものであるという噂もある。我々は正規の方法でルリー吟醸氏からシルバーキャッスルを買い取った。何の問題もないはずです。あっと、キラー兄弟、これは私の知っているシルバーキャッスルではない。ゴール前、サンライズボーイズどうしても得点できない。すかさずワイルドバンカー、フィールドを戦場にするつもりか。今まであなたがやってきたことをやって差し上げているまでです。エアフォースコール M7。 ギャレット大
丈夫か？いやー、さすが新しいオーナーは技術畑出身ということで、投入してくるリーガーが一味違いますな。さあ、残り時間1分を切りました。さあ、みんな出番よ。もう残りは1分だぜ。試合終了間際に連続技が決まれば観客は喜ぶわ。それがあなたたちの役目よ。行こう、ウィンディ。さあ、待ちに待ったシルバーキャッスルオリジナルメンバーの登場。この土壇場で何を見せてくれるのか。キーパーのブラーマーがボールをキープして上がっていきます。リュウケンがいないとライトニングクラッシュは無理ね。ギャレットが代わりをやるわ。彼には全てのシルバーリーガーのデータが入っているから。データじゃねえんだ。心が通っているからできる技なんだよ。心配するな。お前のデータもインプットされている。これはうまくはいかんな。トップジョイ16やれっと。データ通りだ。ウィンディ、ウィンディ、俺はこんな強いごめんだぜ。試合終了。惜しくもライトニングクラッシュは初に終わりました。アイアンリーガー。つまりあのエドモンド銀城監督はクビですか？監督とはより良い関係を築きたかったのですが、本日の試合で方針の違いがはっきりとしましたので。ということだそうです。後任はそこにいる私の兄が。それじゃ。ああ、ちょっと待ってください。これにはルリーオーナーの思想が何か関係しているのでしょうか？とりあえず関係ないと思いますが。ま、クビになったついでにあちこち探してみるつもりです。まだ子供ですから。おとなしくその荷物を渡せ。渡すもんですか。これがある限りシルバーキャッスルは私とおじさんとみんなのものなんだから。絶対に渡すもんか。シルバーキャッスルを取り戻してみせるからね。ま、そういうわけだ。みんな後はよろしくな。納得できません。監督が辞める必要なんてないんだ。まあそう熱くなるな。だけど実は俺も。どうしたね。いや、前からジェットセッターたちにアメフトチーム作らないかって誘われてて、それで監督と一緒にそこへ。そりゃないぜ。え、違うんだ。ただ今日新しいオーナーにボディの改造を勧められて。オーノー。ブル、アメフトでも頑張ってくれ。マグナム、いいのか。みんなの中で俺と一緒に一気になったら。俺たちにアメフトは無理だぜ。わかった。引き続きルリー銀城を追え。やむを得ん場合は、構わん。わからないわ。遊園者はなぜあんな小娘にいつまでも。あなたは気にしなくていいんです、オーナー。心配はいりません。オーナー、どういうことなんじゃ。まあ待て、メッケル。どうかしましたか。どう？メンテのことでね、ギャレットたちは修理の必要がないと言ったそうだが。ええ、必要ないわ。彼らは遊園車の工場に戻し改造します。より強く破壊力を増すように。改
改造って、そんなに改造ばかりしちまったら奴らの心はどうなる。心？そうだ、アイアンリーガーが本当に強くなるのは心だ。ボディやパワーだけ強くしたって何もならん。なんじゃ。とてもメカニックとは思えないセリフね、リカルド監督。彼は大丈夫なのかしら。彼は最高の腕を持っていますよ、私の知る限りね。そうですか、あなたが言うなら間違いありませんね。保証しますよ。さあ行こうメッケル。みんな大変ね。どうしたんだ。龍拳の充電ベッドにこんなものが。これ置き手紙ね。みんなごめん、僕はもう戦えません。それにオーナーのことが心配だから探しに行きます。オーナー、このままじゃシルバーキャッスルはバラバラになっちまうぜ。このままじゃシルバーキャッスルはバラバラになっちまうぜ。なんとかしなくちゃよ。このままじゃ本当によ。今の俺たちにできることは戦うことだけだ。戦う？今の俺たちにどうやって戦えって言うんだ。あのギャレットやワイルドバンカーと一緒に。あいつらは昔の俺にどこか似ている。何？それがしも同じだ。今は戦い続けるしかない。そうすれば必ず何かが見えるはずだ。だからどう戦えって言うんだよ。あのオーナーのやり方で俺たちの戦いなんかできやしない。耐えることも戦いのうちだ。耐えるさ、今までだってそうしてきた。だけど今はその先に見えるものがねえんだよ、マグナム。なぜ黙ってんだ、なぜ何にも言わないんだよ。大丈夫だとか信じるんだとかよ。お前の目はいつも遠くを見つめていた。遠くにある光とか希望ってやつをよ。俺はそのカメラ愛の奥底に焼き付いた何かを信じて戦い続けてきた。だけど今は何も見えねえ。見えてるんだったら教えてくれマグナム。俺たちは一体どうしたらいいんだ。このままシルバーキャッスルがバラバラになるの待ってろってのか。ごめんだぜ、そんなの俺は。さあ今日の残り時間わずかにしてシルバーキャッスルオリジナルメンバーの登場だ。頼むぜ、今日こそシルバーらしいサッカーを見せてくれよ。待っているのよ。ウィンディ、ライトニングクラッシュのフォーメーションだ。何をやっているの、マッハ・ウィンディ。自分の役目を忘れたの？役目？あなたはシルバーキャッスルの商品だと言ったはずよ。ドジな真似はしないで。ダメだわ、交代、交代するのよ、ウィンディ。まあ、待ちなさい。そうだ、ここは違う、本当のシルバーキャッスルじゃない。ウィンディ。おっと、ウィンディ、味方のワイルドバンカーからボールを奪って逆に走り出した。引け、俺は今日限りこの偽物のシルバーキャッスルをやめる。マッハッピー、なんてこと。なんとマッハウィンディ自殺で、味方のゴールに見事なシュートを決めました。俺がプレイするのは本物のシルバーキャッスルでだけだ。
気持ちねえ。もう今のシルバーキャッスルにミーの居場所はないよ。行くぜ。逃がさないぞ。何をするんだ。邪魔はさせない。なんだと。どういうこと。あなたたちも脱走するつもり。俺たちは出ていくつもりはない。だがウィンディたちに手出しするのを黙って見ているわけにはいかない。分かった、マグナム。ウィンディとトップジョイは諦めよう。何を勝手なことを。止めてもいい結果にはならないでしょう。頑張れよ、ウィンディ。いつか必ずこのフィールドでまた会おう。マグナム、俺は俺の戦いを、俺自身の戦いを戦い抜いてみせる。必ず。そこならゴールド三兄弟もいるし、もう昔のダークじゃないね。今さらダークになんか戻れねえよ。なぜね。じゃあな。ダーク、なにね、ダーク。また会おう、トップジョイ。マジでウィンディ。トップジョイ、俺は本当のシルバーキャッスルを作りたい。今度は俺がシルバーキャッスルに恩返ししたいんだ。オーナー、どこにいるの。僕のシルバーキャッスルはなくなってしまった。もう戦えない。一体どうすればいいんだ。次回、疾風アイアンリーガー、シルバーの旗のもとに、約束の地、正々堂々と試合開始。